いやー、よく詰めていましたね。レバンドフスキ、いい反応でしたね。セカンドボールをきっちりと予想したポジショニングを取って、落ち着いて枠に流し込んだいいゴールですよね。レバンドフスキ、今日2点目のゴールです。そしてここで最後の笛、4対0、ガンバ大差で勝ちました。北澤さん、